はい、どうも、プロトレーダーの翔太です。今回なんですけども、このコインチェックの、今タイムリーで起きてる、ハッキングの問題とかですね。これについて、ちょっと僕からアドバイスさせていただきたいなと思ってるんですけど、今、ツイッターとかね、見たりすると、めちゃめちゃ多くの人がですね、焦ってるんですね。で、片や僕はどうなのかというと、どうでもいいなっていう感じなんですね、僕からすると。で、なんで僕はこういったメンタルで入れるのかっていうことなんですけど、これもう一言ですね。一言でこれ答えを言えるんですけど、もう余剰資金の範囲内でやってるからなんですね、僕は。っていうか、その投資っていうのはそもそも余剰資金の範囲内でやらないとダメなんです。余剰資金の範囲内でやらないと勝てるもんも勝てなくなります。含み損とか耐えられなくなりますし、その余剰資金超えてたらね。例えばその貯金が例えば100万円あったとしたら、それの8割、9割とかね、もう80万とか90万とかを例えばそのぶち込んでたりとかすると、その耐えれるものも耐えれなくなるし、またその逆に利益を伸ばすっていうことも、難しくなります。それは全てメンタルが絡んでくるんですけど、要はそういうことなんですね。だからどれだけ多くてももう半分以内ですね。その貯金のもう半分以内ぐらいに収めて投資はやっていった方が絶対にいいんです。っていうか、そうしないと勝てないですから。勝ち続けることってできないですからね。で、またその余剰資金の範囲内でやりましょうっていう、僕がもうしつこい、もうめちゃめちゃしつこくね、これ言ってるんですけど、いつも動画講座で。なんでこんなしつこくね、余剰資金の範囲内でやりましょうっていうふうに、皆さんにお伝えしてるかっていうと、こういう問題があるからなんですよ、今回のような。今回のようなそのコインチェックね、今その送金もできない、出金もできないっていう感じで、言ったらなすすべがなくなるわけですよ、こういう問題になると。で、これはその FX、僕はもうその投資経験めちゃめちゃ長いですから、もう FX 時代からずっとやってきてますから、こういった問題とか慣れっこなんですよ。で、FX の時もこういうことってあって、証券会社でね、出金ができないとか、いろいろ問題があって。だからこそ余剰資金の範囲内でやんなきゃダメなんですよ。だってこういう問題になったら、もうなすすべなくなりますからね。そういうことです。こっちはただ見守ることしかできなくなるわけです。だったら、もうはなからですよ。最初から、なくなったら困るレベルのお金をそこにもう置いとくんじゃなくて、なくなってもいいかって、終わらせられるぐらいの、お金を、投資しとくっていうね。その方が、もう絶対に、リスクを、リスクというかね、被害を軽減できますし、だからこういうね、最悪の事態っていうのをその常に考えて、投資っていうのはやってほしいんですよね。で、ちょっと前に、僕の LINE アットのトークに、こんなメッセージ来たんですけど、その翔太さんは仮想通貨の市場が今後もどんどん伸びていくって確信してるんだったら、なんでその余剰資金の範囲内でやりましょうって言うんですか？みたいな。そんな、今後も市場が拡大、仮想通貨市場が拡大していくって思ってるんだったら、その貯金の8割とか9割ぐらいぶち込んでも別に問題ないんじゃないんですか？みたいな。なんでそれしようとしないんですか？みたいな、本当にマジでド素人レベルの質問が来て、驚愕だったんですけど、バカなんじゃないのかなっていう感じで、だって、こういう問題を多分ね、経験したことないド素人だから多分そういうこと言えるんだろうなっていう。だから誰に向かってそういうこと言ってるのかなというか、僕は言ったらもう、投資経験、投資歴めちゃめちゃ長いわけですから、こんな仮想通貨から始めたような超初心者レベルではないですからね。もう FX 時代からもうずっと長くやってきてるわけですから、こういう問題とかも僕はもう頭の中に入れてるわけですよ。だからあんまりその なんだろうな、僕が言うことは本当に、素直に聞いて、その通りにやっていった方がいいですよ、マジで。僕は間違ったことはもう、言わないですからね。言ってないですからね。そのプロのトレーダーだったら
プロトレーダーだったらもう誰でも言いますよ。あの、余剰資金の範囲内でやりましょうって。うん。なんで、そうしないと、そのメンタルの問題もそうだし、こういった取引所とかね、まあ、FX でいった証券会社の、その、あの、破綻してしまうかもしれないっていう、リスクとかね、そういう部分とか踏まえると、ね、そんなんね、だって、あの、どの取引所も、どの FX の証券会社も、うん、言ったら、まあ、どの仮想通貨の取引所も、どの FX の証券会社とかも、あの、全部ですね、全部その 100% 絶対に倒産しない、破綻しないっていうような会社なんて、この世に存在してるわけないじゃないですか。うん。ね。だから、そういった、あの、なんだろうな、ものを、100% 信用しきってるっていう時点で、まあ、甘すぎるんですよね。うん。そういうことになりますよね。だって、あの、このコイン、まあ、今回のようにね、コインチェックに、例えばその貯金の、さっきのように、ま、8割、9割とかをぶち込んでいるっていうことは、このコインチェックのことを 100% 信用してるっていうことですよね。それは。もうほぼ。うん。ほぼ 100% 信頼してるから、そんなにお金をね、入れれるんです。入れることができるんですよ。そういう人は。うん。でもその考えが甘すぎるんですよ。うん。こういった取引所とか、証券会社とかっていうのは、まあ、ちょっとしたこととかで、まあ、破綻したり、まあ、その会社が倒産してしまったりとかっていうリスクは少なからずあるわけですから、そういったところもちゃんと分かった上でね、ちゃんと理解した上で、それで余剰資金の範囲内でやってほしいわけです。うん。余剰資金の範囲内でやっていれば、なくなってもいい、お金なわけですから、なくなっても別にさほどダメージがないぐらいのお金っていうことですから、全然ダメージ具合が違うわけですよ。うん。だから僕のように、まあ、今回ね、コインチェックのこの問題、騒動を、ニュースとか見たりしてね、見たりしても、何にもメンタル来ないわけですよ。こういう余剰資金の範囲内でやれていればね。うん。でも僕も本当に、あれですもん、余剰資金の中の余剰資金でやってますもん、本当に。うん。投資ってそうですから、っていうか。うん、投資はそういうもんなんですよ、うん。もう本当に余剰資金の中のさらに余剰資金で投資をしていく。これも基本ですから。で、それをしないと、まあ、勝てるものも勝てないですね。うん。こういったその取引所の、破綻問題とか抜きにしても、その含み損に耐えられなかったりとか、さっきの話に戻りますけどね。そういうメンタルの、部分にもかなり悪影響を及ぼしますから、うん。だから余剰資金、勝ち続けたいんであればね、もしあなたが今後もその仮想通貨投資や、まあ、FX のトレードでも何でもいいんですけど、まあ、要するにまあ投資で勝ち続けていきたい、利益を出し続けていきたい、資産を、着実に増やしていきたいって考えるんであれば、余剰資金の範囲内でやるっていうことは、これ絶対抑えていてください。うん、どれだけ多くても、貯金の半分以内でやること。うん。間違っても、貯金の8割、9割とかをぶち込んで、ぶち込むということは、絶対しないでください。うん。まあ、特に今回のような、こういったその、取引所自体がもう危ういみたいな、こういったね、問題に、ね、直面 してしまってからではもう遅いですからね。うん。でもここまで話して、じゃあそのコインチェックは、まあ、破綻してしまうのかと、いうふうに、まあ、そこら辺どうなのっていうふうに思っている方、心配している方すごい多いと思うんですけど、僕はなんですけども、僕はまあなんだかんだでコインチェック普及するんじゃないのかなっていうふうに僕は思ってます。うん。なんだかんだでね。うん。まあ、わかんないですよ。このままコインチェックオワコンになってしまうかもしれないですし、うん。それはわかんないんですけども、まあなんだかんだ復旧するんじゃないのかなというふうに僕は思ってます。うん。
そういう感じです。まあ、なので、今、まあ、今回のね、コインチェックのあの騒動ですごいテンション下がってる人ですね。テンション下がってたりとか、焦ってたりとかする人は、そういったネガティブな、マイナスな気持ちになっても、人生何にも変わんないんですから、常に、なんだろうな、先を考えた方がいいですよ。後ろめたい気持ちというか、マイナスな気持ち持ってても、別に何も人生ね、うまいこといかないんで、まあ、切り替えっていうのは大切ですから、もう次の手を、もう、すぐ考えて、どん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 行動していった方がいいですよ。そういうことです。まあ、そういうことですね。まあ、今回はちょっとまあ、取り急ぎ、ちょっと報告という形でね、動画をちょっと急遽撮ったので、なんだろうな、ちょっと、まあ、話がまとまってない部分とかも、まあ、ちょっとあったりとかするんですけども、まあ、とりあえず気持ち切り替えてね、明るい気持ちでね、臨んでいってほしいなと思います。今後も仮想通貨投資に対して。まあ、何よりね、僕、ここ最近ずっと動画講座のテーマとして挙げてる、98%の確率で、少なく見積もってももう800倍以上の値上がりが非常に期待できる、仮想通貨の、正体を、条件を満たした方にだけ教えますっていうね、そういったまあ企画をやってるんですけども、まあ、この仮想通貨なんて言ったのも僕からしたらもう切り札ですからね。これは間違いないと思ってるんで、しかもその専用のウォレットも、そのうちできますしね、これ。だからこういった取引所にずっと置いておく、必要も全くないですし、専用のウォレットがあるんでね。で、もう僕はもうこの仮想通貨第1期プレセールで買ってるんで、もう人生安泰だと思ってるんで、僕は。本当に。もうそれぐらいめちゃめちゃ本当にマジで、期待できる。これ以上に期待できる仮想通貨は今後マジで二度と、出てこない。もう100年に一度、1000年に一度ぐらいのレベルの仮想通貨だと思ってるんで、まあこれの正体をね、まあ条件を満たした方にだけ、お教えさせていただいてるんですけども、まあ僕からこの仮想通貨の正体聞いた人はですね、もうその瞬間人生安泰みたいなもんですよね、言ったら。だってその仮想通貨ね、買えるわけですから。まあ、この仮想通貨買ったらもう本当に人生安泰ですよ。こんなコインチェックのね、今回の問題とかもうカスレベルに思えると思います、もう本当に。言ったらど今ある仮想、どの仮想通貨よりも、僕が、激推し、一番激推ししてるこの仮想通貨は多分今後、どん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 、言ったら仮想通貨の代表的な存在になっていくと思いますんで、そうですね。まあ、詳細ですね。まあ、この件についてます。詳細知りたい人はですね、まあ、直近で、まあ、動画いろいろと上げてるんでね。まあ、タイトル見てもらったらわかると思います。動画のタイトルを、その98%の確率で、ほにゃららって書いてあるやつですね。それ今3つ挙げてるかな。まずその本題のやつと、あとその Q&A ですね。その98%の確率で800倍以上の値上がりが非常に期待できるっていう、まあ、仮想通貨の、これのその Q&A の、動画も作ってるんですよ。今のところ。2つ。で、あともう2つ作るんですけど、合計4つになりますね。Q&A コーナーを。それプラス本題のやつ。だから合計5個ある感じですね。この件に関してはね。まあ、だからまあ直近で僕がこの YouTube にアップしてる動画、とりあえず探してみてください。98%の確率でって書いてあるやつは、僕が今言っている、テーマの動画のやつなんでね。すごく重要な話になりますから、まあ、それはぜひ見てください。今回の動画講座は以上になります。ありがとうございました。翔太でした。